はい、どうもこんにちは。今回は Life is Strange True Colors 続きからやっていこうかなと思います。前回はラープ、ステフが計画したラープ、なんとかなんとか RPG、 なんとかなんとか RPG ブラックランタンもラープの舞台かっていうやつ、これが始まったで、前回ちょっと導入部分とやったけど、ちょっと思ったより多分スケールでかいから、前回だけじゃ終わりきれなくて、普通に1時間半とか2時間かかりそうだから、なんならこのパートでも多分終わんないと思うわ。やってこう。ここ入ってみる？一応ね、みっこってな、3個と3つが混ざってみっこになっちゃった。3個のジュエルを集めるっていう目標があるから、まあ、これだけじゃ完結しないと思うから、とりあえず酒場に入ろう。あるんじゃないか。一個目のジュエルが、この酒場に。なぜなら酒場の目の前には血痕が残ってた。穏やかじゃないよね。一体誰が待ってんだ、この酒場で。許せねえよ、エレノアさん。エレノアってのがある。エレノアじゃない。エレノアワールドおばちゃんだ。なんだっけ？何だっけ？エレノアじゃなんだ？なんだっけ？お前なんだっけ？エレノアじゃねえわ。あ、ライアン喜びを見てないな。エレノアさんはこれなんだよ。勇者。勇者でもエレノアじゃなかった？勇者なんだっけ？勇者。あ、あれで見れるわ。待て。何があったの？生き残りがおったとはの。え？バケモンノームが？あ、違う、これあれか。バーデナーさん、生き残りって、一体何のことですか？生き残り？ああ、この店はモンスターに襲われての。うん。わしは余裕でやり過ごしたがな。じゃ、倒したんか、お前。これって何の鍵？それはここのマスターのものじゃな。今は足だけじゃがの。それに合う鍵穴があるかどうか探すといい。今や誰も文句は言わんよ。こんな変わり果てた姿になっちゃって、この酒場がなんてこった。店の中を見て回ろう。勇者名前なんだっけ？セイノアか。お前、エレノアさん名前近すぎるって。セイノアとエレノアがごっちゃになったらもうあれじゃん。だってだいぶ変わってくるよ、話が。ステフに頼んでここに一人でいる役にしてもらったのは大正解じゃったよ。おい、まさに飲み放題じゃん。許せんぞ、このジジイ。ここのバイトとして釘刺しとくべきかな。なあ、はは、釘刺せるわ。待って待って、イーさん。いや、セイノア、待ってください。なんじゃ？順番いきようか。一体どうやって生き延びたんですか？知り合いのばあさんがいる。おいおい、身代わりにして逃げた。クスじゃないか。おい、聞かせるな。いい意気味じゃよ、あのアバズ。おい、口悪。まあよかった、笑える子で。それを笑える子でよかった、イーさんが。自己紹介しておく。僕らはこの王国を救う旅をしてるんだ。うん、もうすぐモンスターもいなくなるよ。そうじゃったか。え、それならこれをやろう。きっと役に立つはずだ。話しなかったら危ないじゃん。やった。激レアアイテムじゃねえのこれ。つまりどこかでヘビが出てくるんだね。タイプ楽器。あー、ヘビは眠り落ちる。あざっす。これめちゃくちゃ大事じゃねこれ。めちゃくちゃ大事やん。どうやら自由に飲んでるみたいですね。怒られちゃうかもしれませんよ。それだと後継ぎ息子が怒るかも。チェドは超ケチらしいから。うん、しかも超怖いんだ。ただ飲みはまずくない？普通に一応仕入れてますからね。店を見てきます。ジジイ。
じゃあの。ジジイ一応仕入れてるもんだからね。ねえ。ただ酒がいいわけないよね、ジジイ。少しくらい好き放題したっていいじゃろうに。イベントを楽しむなら、すげえ。お酒はほどほどにしないか。なんだこのクズジジイ。機嫌悪くなってんだけど、このジジイ。許せねえよ。もしかして、これでモンスターと戦おうとしたの？なんだこのジジイ。しか持ってない時に、はい、モンスターに襲われたらどうする？ギターを使って戦う？そういう役割なんて俺、無理無理、お前が助けんだよ俺を。大事なギターだし、これで殴るのは無理かな。そっか、じゃあ逃げたらいいよ。だね。てかこれで戦うのが俺のロールだろ。楽器戦うんだって。ああ、足だけになっちゃってかわいそうに。あ、待って、これアルゴールじゃないね。開けるとオルゴールが合体しまった。今日ふわふわしてるな。開けるとオルゴール合体する日が来ると思わなかった。チェスト何これ、なかった。いかにもお宝が入ってそう。じゃあオルゴールだな絶対に。専属？悪いけどアルヴィンは流しの吟遊詩人なんだ。なんかこういうのもちゃんと言うしてるのすごいな。偉すぎる、偉すぎるって。すごいな、これだって普通に酒場を犠牲してじゃないけどさ。それ使ってここまでするのすごくね？労力というかさ。今は、イーさんのための時間だ。まあ、イーさんだか兄さんだかわかんないんだったから。ん？楽譜だ。これ強化アイテムでしょ。技増えんじゃない？楽譜の残りはどこ行ったの？お、パラライズフーガ強そう。パラライズフーガ強いでしょこれ。伝説の技でしょパラライズフーガは。お尋ね者だって。この王国は危険だらけだ。バストームライザーいる。ハウルオブグレイブストーン鏡いいな。それハウルオブグレイブストーン鏡。グレイブズ基本教は、あれなんだ、イノシシみたいな感じなんだ。トンチン年金積立ボーイズの会合も、これで13回目になるの。はい。残念なことに、まだ6人全員がしっかり生き残っとるようじゃが。そりゃ残念だな。はい。そういうダッキーは、あとどれぐらい生きるつもりなんだ。これまたあれか、現実の話か。ここにいる全員分の掛け金をいただくまで生きてやるからな。わしはみんなが積み立てた金を握りしめながら墓に入るんじゃ。おもろい掛け事してんなこいつら。ラッキー、こんなことやってたんだ。これじゃん。あ、これを読めばあのクイズの答えがわかりそう。ベリン・ニーラ・デシス。これめっちゃ長いんじゃないこれ。あ、なかったわ。遥か昔、世界が一知れぬ恐怖に満ちていた時代、4人の英雄がケリアン海岸で巨大な影に立ち向かった。長い戦い、4人戦いの末、巨大な影は4人の英雄を死の瀬戸際まで追い詰めた。しかし血に染まった目の中で3人の英雄が己の命を捧げ太古の呪文を唱えた。それは自らの魂を肉体から解放し、計り知れん力を持つソウルジエルに変える呪文であった。天下無双のバーサーカー、ニーラー魂はソウルルビン。物語を紡ぐ聖職者、ゼシスの魂はソウルサファイアに。太古の知識を守る占い師、ベリンの魂はソウルアメジストに。それぞれ姿を変えた。そして、4人目の英雄は3つのソウルジエルを剣に宿し、その光によって巨大な影を貫いた。戦いの後、血まみれた英雄は、三つのソウルジエルを各地に隠し、リューンの荒野深くへと消えた。その後、彼の姿を見た者はいなかった。新しい世に私がなるということですね。マジで細かいところまで考えられてる。ちょっと、ベリン・ニーラ・デシス。これ、ベリン・ニーラ・デシス覚えないといけないでしょ。あ、モンスターショーある。ステフ、こんなものまで用意したのか。すごいよな。本当にすごいこだわりだ。荒らし方とかもガチだもんな。アルカウンドやるか。これは？人の商売より自分の命を心配しないと。なんだっけ、ベリン・ニーラ・デシスだっけ。ベリン・ニーラ・デシス。マジで細かいところまで考えられて。ベリン・ニーラ・デシスね。オッケーオッケー。じゃあ行こうか。ちょっと時間かかっちゃったけど。ああ、行くぜ。怪しいぞ。
エレノアじゃなくてなんだ、セイノアか。セイノア怪しいのありました。かっけえ。あ、これルビーっぽくない？セイノア、これ見てよ。ソウルルビーっぽくね。そんなとこに。開けてみろよ、セイノアさん。ソウルジュエルだ。いい音楽。ああ、ってか普通にあれなんだ。ペペペペ、なんだっけ、ゼルダか。ゼルダのあれみたいな。ごめん、スクエニさんに対してこう、ゼルダがうんなんうんぬんとか言うべきじゃないかもしんないけど。ニンテンドゥ。意外に楽勝だったね。ニンテンドゥだからな、ゼルダって多分。もしかして無理だと思ってたの？無理だと思ってません。そうじゃないよ。行くぜ、セイノア。次の冒険が待ってる。この腐れじじいは後にしよう。今朝は平和だったんじゃがの。マジで怒られるてめえ。たたきしてらぶっ飛ばすぞてめえ。おい、そのうちにトロールと戦うってことね。はいはい、じゃあこれでソウルリビア手に入れた。この張り紙見た？来いよお前。すげえちゃんと行為遠いじゃん。めちゃくちゃ行為遠かったけど。じゃあ達者でな。ただでもね、このおじいちゃんに話しかけたからね。あ、なんだっけ、デジス。なんだっけ。なんだっけ。なんだっけ。やべえ。忘れちゃった。出れや思い出すかな。このゲーム別に入力はないから、思い出すかな、ミリア。デジスがいれば思い出すわ。だ、次あと2個か。これ普通時間かからな。次のパートまで、次のパートが最終回かもな。この RPG の最終回。チェストの中にこれが入ってたよ。よく見つけたな。あ、いいじゃん。あ、いいね、素晴らしい巻物。さすがは性能は。あ、てか HP ずっと出てんだ。でも診察予約券これ見つけたもでかかったな、普通に。店の中すごいことになってたね。ね。でもこのイベントのために。お前あんま調子乗んなよてめえ。おい、さあ、あれなんか見れる。なんかすごく楽しいな。参加した。ああ、小説執筆中の男性ね。はいはい、いたわ。もう一回さっきのクイズ。あ、なんか丸選べたんだけど、やべえ。かつて古の三人の英雄がソウルセイノアさん待っててください。青、紫、自分はあの店でヒントを見つけてきました。その姿を変えたのだ。そこでと、この三人の名は何だ？あ、でこれで答えるか。もっと人がいるときに、はい。答えは出たか。念のためもう一度言おう。はい。ごめんね、イーさん話したけど。かつて古の三人の英雄がソウルジュエルとなった。知ってる知ってる。青、紫、赤の宝石に、その姿を変えたのだ。知ってます。知ってます。そこでと、知ってます。この三人の名は何だ。知ってます。はい。その名前は。サファイア、アメジスト、ルビーなんかそんな単純な名前じゃないですよ。ニーラ、デシス、ベリン。ニーラ、デシス、ベリン。この三人でしょ。やるな、見事正解だ。はい、見ましたか、役に立つことを教えてあげよう。はい。実はゴールドを使えばトロールを買収できる。え？やつに会ったら4ゴールドを渡してみる。じゃあ金よこすてめえ。おい、そうなんだ、わかった。あら、まだあるぞ。いいんですか、正解のお祝いだ。あ、これか。そこの袋から。やべ、めっちゃ踏んでた。1ゴールド持っていけ。やべ、じゃあもらうね。どうも。あと1ゴールドか。くそ、まだクイズできんじゃん。他のクイズは？他のクイズだって。めっちゃ困らせちゃった。そうなんだ。つまんないの。あら、ごめん。ああ、ごめん、なんかめっちゃ傷ついちゃったかも。小説執筆中の男性。すまんな。行こうぜ。セイノア。先を急ごう。この街が危ない、危ない。こんなゆっくりやってる暇はないんだ、セイドは。え、なんか、鬼人がいる。
待って、なんか鬼神がいるんだけど。死んだ恋人が喋った。し、来たよ。神様、なんてことだ。お前らやってんだ。見て、あそこの川のモンスターに恋人を殺されたの。どこ？あっちよ。いや、あっちじゃなくて。クオリティ高お前。クオリティ高こいつ。そう、嘆きの川で。うん。うわ、カップル参加してくれてんだ。ありがとうね。本当に。さっきの悲しみの演技、結構早いってバカ。早いってバカ。そうでしょ。めちゃくちゃ顔開けとるやん。もしあなたが本当に殺されたら。おいおい、もうガバガバだなお前ら。ここにいるんだぞ俺ら。川のモンスターに注意。戦うしかないですね、エルノワさん。許せませんよ。一人の男性を殺したってやつをよ。全部ライアンがやってくれるんだ。もしかしてヘビ？あ、持ってるぞガッキー。ね、ヘビか。ライアンもいいキャラしてんな。いや、いい。戦わなきゃダメ。嫌なの？何これ可愛い。力を温存したい。悪い、まあ、悪いことはしてんじゃない。殺したんだもん。ボスに備えて。そうね、これは RPG 的な考えよね。あと巻物も。そっか。え、戦ってよくね。ああ、うわ、やばい。どうする。あ、なるほどね。使っちゃいましょうよ、伝説のアイテムを。スネークベル。この音を聞いたヘビは眠ってしまう。伝説のベルだぜ。これ音高いな。ヘビって高い音が聞こえないから。こいつ、おい、キーライアなるな、てめえ。やったね。なんでそこにライアになるんだよ。そこであっただろ、もっとライアンとして出る機会。ライアン、なんで音の高さでお前が言ってくんだよ。そんな音楽に達者じゃないだろう。おう、まただ。攻撃技だ。やったね。え、強っ。ノイジーハーモニー。あ、一回しか使えないんだ。ねえ、あれ、え、あ、ジュエルじゃん。こんなところにサファイアが。これってドラゴンの鱗とかかな。あー、違う、鱗の方か。何か使い道があるかも。持っていこう。めっちゃアイテム多いんだけど、あ、4ゴールドあるでも俺。いつの間に俺4ゴールドあった。あのベルのことよく覚えてたね。当たり前だろ。うん、聞いてよかった。なんか電話来てんだけど、ちょっと待って、なんで電話来た。あー、これか。うわ、もう気づいたのか。今日ブラックランタンにいた時あったと思うんだけど、誰か見つけたらすぐ連絡ちょうだい。俺はさせてもらうわ。やばいな、バレたな。なんだこれ、あおう、なんだ、あおうって。あ、トロール役もやるんだな、じゃあ、ライアンが。この甘いメロディーの力でモンスターの動きを封じて。めっちゃ長いけど、この楽譜。え、またパラライズ風が。またパラライズ風がじゃん。で、麻痺も結構大事なんじゃないこれ。なんかあんじゃないこれとか。川の蛇を退治したって話を聞いた。あ、あれじゃない？のこのこやるじゃない。なんか猫を探さないと。正義の心の持ち主なら中に入るがいい。うん。きっと天使が力を貸してくれる。めっちゃぶち切れてんだけど。誰も彼も勇者のことばかり。カジヤのことなど眼中もない。まあそうね。すごい、心まで役に立ってるよ。そのまあカジヤに注目するプレイヤーはいないわな。ねえ、大丈夫？なんか困ってるみたいだけど、うん、何があったの？サンシルバーの材料を忘れちまったんだ。サンシルバー、あ、巻物じゃん。知ってたりしねえよな。もしも分かったら教えて。サンシルバー。期待はしないでおく。
あ、でも待て、さっきの道化師があれだったってことは、この CD ショップの中にあるんじゃない？ヒントが。看板ある。多分この店は、お高い絵画を売ってるとか？ノッコに返しよう。違う。ペットショップか。あ、行こうぜ、マグバイの魔道具屋。よろしく。苦ノックしてね、2階。コンコンつって。何者だ？早すぎて、ここで来んの？セイノは入れ。セフの役の演技気になるね。やっぱ発起人だからな、相当気合入ってんじゃない？相当気合入ってるでしょ。これは。自分で企画して自分自身も好きだからな。これは、なんならちょっとめんどくさいレベルで本気なんじゃない？俺たちの日じゃないんじゃない？もしかして。来た。すまなかった。最近は物騒だからな。似合うな。まあいい。ゆっくり見ていっておくれ。似合うな、お前。すごいな。魔法の道具がいっぱいある。ちょっと見て回ってくるね。これは全然回想だな。やっぱ違うわ、気合の入り方が。さて、どこから見ようかな。さて、どこから見ようか。これでもいかついやつかな。いかついやつだったら、このパートで見切れるかな。これがサンシルバーか。あったし。さっきの鍛冶屋に教えてあげよう。入れ、じゃあ、あいつ入れ、店の中に。すぐそこにあんじゃん。うわ、この世界にも合コンなんてあるのか。これでも出れないでしょ、まだ多分。レコードがある。吟遊詩人の私からしても、ここの音楽はマジで活かしてる。マジで店内改装してんじゃん。すげえ。スカイソードを作ってるところだよ。これ何書いたの？そうなの？シャーロットさんが。いつか、性能がこの剣を手に入れるんだ。見てねえじゃん。シャーロットさんはやっぱシャーロットさんの能力やべえな。マジ雰囲気ある。シャーロットさんいなかったら結構やばかったんじゃない？これ普通に。シャーロットさん全面協力じゃん。ゴーレム販売中、魂は別売り。すげえ。なるほど。すげえな。練習が必要だね。モンスターされた時は、守りたい人を集める、防御魔法陣を書く、おとりとなる幻影を遠くに作る、上級魔術師の助けを待つ。おもろいな。最後は人任せか。え？引こうぜ。運命のカード。じゃあ何を占おうか。え？人。ステフ？ステフ占うの？ステフにぴったりだな。ああ、いいね。行動力をするシリアで、喜ばしい冒険を表すカード。いいね。全部入れんの？どうか、当たってますように。内面の突きと偏りのないものの見方が生み出す節度を表すカード。なるほどね。マジでピンポイントくるな。本当にライアンのこと？だといいけど。ゾスト。楽観、未来の希望を表すカード。まあ、最近のライアンは割とね、明るいからな。うぅ。終わり、避けがたい変化、大切なものを手放すことを表すカード。なんだった？自分。混沌と破壊ね。うん。まさにそうだよ。これ対応者、どうなる？何これ、当たりすぎ。権力と支配、とんでもないな。タロットコンプリートはないの？タロットコンプリートは。呪文。うまいこと言うな。この呪文って売り物？魔術師ギルドのメンバーにしか売れないんだ。ごめんな。あら、バルキリー。注意、呪いの猫。触るべからず。触れな。絶対触らないから大丈夫。バルキリー。かっけえ。こんなギターを使う吟遊詩人もいるのかな。私はフリートシルバータングが愛用してたと言われる伝説のギター、非売品。ん、バルキューの餌入れ。
バルキリーに餌をあげる必要なんてある？あの子は絶対に人間を襲って食べてる。そうな、目つきいかついからな。じゃあ、あ、これは別に買い物するとこか。なんかでもネガティブじゃん。どうしたん、ステフ。見れない、ちょっと変なとこから見ちゃったわ。さっき私を選んだのは本気かな、それともからかっただけ？なんか疑われてるみたい。本気だって言ってみようかな。信じてもらえるかな。何の話だっけ、何の話だっけ、覚えてないわ。ギルドなんてあるんだ。何の話？会話しようか。じゃあ会話どこでできんの、これか。前は賑やかな街だったんだがな。なんだこれ、私を選んだったんだ。さっき私を選んだのは本気かな、それともさっきからかっただけ。わかんねえ。見て、ソウルサファイアだ。本当だ、売ってるみたいだよ。なんかいっぱいある。普通巻物とかもらえるのかな。この巻物もう持ってるよね。だね。あ、相談ってそういうことだったら、トロールはないか、トロール出すって。橋のところには絶対トロールがいるね。はい、トロールなんて倒せるかな。多分ね、倒せるでしょう。あ、帰るなるんだ。あ、相談したら帰るなるんだ。1万ゴールドはさすがにやばいね。安すぎたかい。元は2万ゴールドだったんだがな。いや、そうじゃなくて、まあいいや。罪なんですけど、交渉とかできないかな。交渉か。まあ、でもなんか4ゴールド持ってたらゴブリンがうんたらかんたらってあったしな。全部の巻物多分持ってるからな。別に、あ、あれソウルサファイアじゃん。分かってる分かってる。まさかこの店で売ってるなんてね。でもトロール出す必要かな。必要か。これは3ゴールドだ。はい、買っちゃった。あ、でもこれでトロール出た時に戦えるんだ。じゃあ交渉しようぜ。見せてやるよ、天下の交渉術をな。そこにあるソウルサファイアが欲しいんだけど。私との結婚と引き換えに。あったっけそんな話。ちょっと待って。これあれだな。なんだ、いつだ、いつの何だ、何のいつで何の、なんだ。お金の代わりに交換条件でさ、私と結婚して。ちょっとこれ忘れてるの。いて、一応言っとくけど本気だからよろしくね。めっちゃいいシーンなんで、これがわかんない。それは、うわ、やるじゃん。いやー、これ楽しめてない。なんだっけ。とても魅力的なオファーだと思うけど、でも応じられないね。私を選んだとかあった？選んだターンあったっけ。じゃあどうすればくれる？それを使ってこの国のモンスターを滅ぼしたいんだ。ああ、こうしよう。嘆きの川に魔法の魚がいるって噂があるんだ。嘆きの川さっき言って俺。そいつの鱗を私に持ってくれば。サファイアと交換してやろう。持ってる持ってる。どうだい？持ってるって。あれでしょ？実はあるんですよ、ステフさん。ほら、これ見て。魔法の魚の鱗。ありますよ。素晴らしい。なんだ結婚なしって。では約束通りサファイアと交換だ。なんか話したっけ、やべえ。絶対覚えてないといけないやつだったのに。やべえ、後で見返そう。この場ではちょっと無理だわ。見返そう後で。最後の一つを見つけよう。行こうか。あと少しだね。なんか全部相談できんだけど。何これ。
回復の巻物はあるよね。あ、相談はこっちか。うん。でもたくさんあった方がいいよね。いやでも一応ね、全回復だと思ってるからね、いらないっちゃいらないと思うんだよな。ただ3ゴールドしかないからな、今。あ、結婚？もちろん OK だよ。イーさんの前で続きは話せないな。やっぱそうか。え、なにステフ、私のことにときめいてるの、ステフ。てか、いつ話してた？ちょっと待って、それが気になって、もう俺もうまともに手がつかねえ。俺も手もつかなくなってる。どうしよう。てか見なきゃ、材料。こんなものまでよく考えたな。鉄ゴブリン炎の粉ね。はい、オッケー。サンシルバーの説明はここでは端折らせてもらうわ。じっくり読んでください。あら、ウィンクするかなって思ったらマジでウィンクしたわ。言っときゃよかった。とんでもない占い師になれたのに俺。ウィンクするかなってあの話的に思ってたらマジでウィンクした。疑われちゃう、言ってたらちゃんと証拠になってたのに。後付けじゃなくてマジで思ったから。あのゴブリンじゃなくてサンシルバーの副賞でちょっと時間取られちゃったけど。鉄とゴブリンと炎ね。オッケーオッケー。まあそうだよな、もともとステフは確か、まあ、そうだと思われる描写があったからな、女の子が好きっていう。まあでもあの時の印象と違うからな、ステフも。おい、鍛冶屋さんよ、見つけましたよ。ねえ、サンシルバーの材料分かったよ。鉄、あ、言ってくれるんだ。鉱石、炎の粉。そう、それだ。あ、巻物取れる、もうすでに。なんで忘れてたんだろうな。ああ。俺だ。そこにある巻物を持って行ってくれ。はい。役に立つぞ。これさ、買わなきゃよかった。もゴブリンなんとかは買わないとな。持ってる連撃別に。巻物がどんどん増えてくね。もっといいやつちょうだいよ。じゃあ花屋で、花屋行こうかなんだけど、ちょっとここで行って。一旦区切ろうか。で、次回花屋行ってラスボスというか戦いが来るのかな。橋で戦うんだろう、あいつと。トロールだっけ、ゴブリンだっけ。待ってるよ。あの USB はどうなってるの。現実と今後混同するな。あの USB はどうなってるのかな。あ、そっか、その USB がだから花屋だから、今晴れだ、花屋に近づいたから起きたんだ今。 OK、 じゃあ次回ソウルルビーを探して、花屋に寄って、いや、じゃあ次回かな？どうなんだろう？だってラスボスいるでしょ？確か。これって。まあいいや、じゃあ、で、また次回か次回に、またこの手帳見直そうか。見てないからな。はい。じゃあ、あたしだ。